を売るっていうのをお勧めしてます。まあ、形のないものですね。そのためにメルマガと公式 LINE というのが必須にこれからなってくるのかなというふうに思います。サラリーマン法人ですね、起業のやり方を知りたいですと、ご相談いただきました。起業の方法、あと設立費用、設立コスト、まあ、サラリーマン法人というぐらいなので、サラリーマンをやりつつですね、ご自身でですね、合同会社となりを設立すると。合同会社というのは昔の有限会社ですね。で、資本金の規定もないんです。小さくてもいいんですけれども、設立費用として、まあ、10万円弱ぐらいかかると思った方がいいですね。まあ、行政書士に全部設立の手続き任せて7万円ぐらいとか、登記費用とかも入れてですね、ぐらいだったりしますので、まあ、それぐらいで設立自体はできると。あとは、まあ、きちんとですね、納税のために、まあ、節税ですね、のためにきちんと、サラリーマン法人を活用する方法を知った上でやれば、無駄なことはないかなと思います。副業をや